海地獄付近から起点方向を望む国道500号福岡県京都郡宮古町や峠付近国道500号は大分県別府市から佐賀県鳥栖市に至る一般国道である。起点の別府市内をび浅倉市から終点までを除いては全体を通じて山間部を通る箇所が多く未改良が多く道幅が狭い箇所が多い。また、 他の道路との重複区間が多いのもこの道路の特徴である。起点の国道10号交点から大分県道、熊本県道11号、別府一宮線交点までは九州横断道路の一部を構成する。傾斜地に広がる別府市中心部を上り県道11号交点を過ぎると東九州自動車道に沿ったワインディング及び坂道になり、 明盤温泉や注文次元を経て、一部早見郡、肘町を通過する。この付近は、大分自動車道も近くに走り、景観良好な草原である。肘町を通過すると、山間部を抜けて、宇佐市や事務町に入り、アフリカンサファリの近辺を通過する。宇佐市院内町で、国道387号交点に至ると、院内町の中心部で、 国道387号と短距離の重複区間を持った後、途中に1車線程度の細い交通量の少ない山道を挟んで、名所矢場系で知られる、中津市本矢場系町に至る。中津市本矢場系町初期の国道212号交点から、同志山国町、嘘までは、国道212号と重複区間となる。さらに、中津市山国町嘘からは、 国道496号との重複区間となる。この区間は、サルトビの王傑など、ヤバ系を代表する、継承地が点在する、川沿いの海装路である。この区間は、彦山の山間部に入ると1.5車線から1車線となり、県境野の,の峠を越えると、福岡県に入る。別所まで、京愛樹であり、別所から添田町までは、 おおむね二車線であるが一部未改良で、バスも通るため線形の悪いカーブで支障がある。また、栄彦山山地部では秋冬季に路面に大量の枯葉があり要注意。途中からは改良済みの二車線道路となり、観光施設などもまばらにある。添田町まで下り東方村へと再び登る区間は二車線で開けた森林の山並みであり、 連続勾配の長い坂である。東方村中心部を過ぎると、再び山間部となりに車線マイナス1.5車線が続く。江川ダム手前で、水資源気候による小石原川ダムの建設に伴い、東方村小石原地区、浅倉市江川地区間が、2016年4月1日から2020年3月31日までの、 予定で全面通行止めとなる予定だったが、平成30年7月豪雨により建設中の付け替え道路が被災し1年延長となり、さらに2019年7月の豪雨、8月の豪雨により建設中の付け替え道路が被災しさらに半年延長となった。しかし被災した箇所について専門家と調査したところ、 地滑りが広範囲に及ぶことが判明し、その地滑り対策工事のため2020年11月30日までに延長となったが、令和2年7月豪雨により土砂流出等が発生し、復旧作業に期間を要することから、迂回期間が延長となった。小石原川ダムの付け替え道路は2021年6月30日に開通した。付け替え道路の開通まで、 この区間は、福岡県道79号、浅倉小石原線、福岡県道509号等の世十文字を合理線、浅倉市道田城、矢野竹線、福岡県道80号、天城浅倉田主丸線への、迂回が必要であった。そこから、さきの江川ダム区間は2車線で、カーブが、きつめのワインディングがある道路。江川ダムから、秋月付近に至り、倉市の中心部は、 国道322号との重複区間となっている。浅倉市から終点都市までの単独区間は、全線に車線になっている。立原井町や筑前町近辺で沿線に、キリンビール、福岡工場が、その近辺には道沿いに、コスモス園がある。周期には、コスモス目当ての観光客のため非常に交通量が多い。小郡市に入ると、 福岡県道53号久留米筑紫市の先行点で、大分自動車道、筑区号氷インターチェンジに接続する。福岡県道88号久留米、小郡先行点近くの西鉄踏切西交差点は、西鉄小郡駅のすぐそばにあり、踏切に応じて信号が変わる交差点で、この交差点を先頭に特に、天城方面が渋滞することがある。小郡市を横断して、 佐賀県鳥栖市に入ると、鳥栖 JCT 近くの国道3号との交差点が終点となる。全般的に山岳部は標高が高く、別所や武前坊や柳峠の峠付近では、陶器は積雪や路面凍結により通行止めやチェーン規制になることが多く、また、下級期では土砂崩れ、落石、 大雨、異常気象通行規制等による通行止めなどの交通規制になることが多いので通行の際は事前に道路交通情報をチェックする必要がある。トンネル起点から道の駅国道重複区間を除く。起点から。ありがとうございます。